ベネツィア派は、ルネサンス時代、特に15世紀後半から16世紀にかけて、ベネツィア共和国とその周辺で活躍した美術の流派。絵画、彫刻、建築など様々な分野でその特徴は見受けられるが、一般的には、絵画の流派を指す。絵画においてはデッサンを重視したフィレンツェ派とは異なり、画面の色を使って構築し、流動的で詩的な雰囲気で人間の感覚に、 直接訴えかける効果を追求した。ヤーコポでバルバリによる1500年のベネツィア中世紀においてイタリアでは当時都市国家が多く形成されお互いに競い合っていた。そのため地方によって大きく異なる芸術の流派が形成された。フィレンツェを中心とした中部、北、イタリアではイタリアルネサンス美術は主に展開しローマと同様世紀ルネサンスの物体として 繁栄を極めていた。一方、当時ベネツィアは、東方貿易によって、富を得ており、それをきっかけにトスカーナとは異なる、新たな芸術の形が形成された。15世紀に入ってから内陸へ進出し、トスカーナ美術と合流した。はじめは、国際ゴシック美術が入り、後にフィレンツェ派の信用式がもたらされた。それに伴い、ベネツィアでは、 フィレンツェの芸術に対する反論が生まれ、ティツィアーノを筆頭とした芸術理論が持ち上がったと言われる。バザーリは美術家列伝第2版でベネツィア派は自発的に生まれたものでなく、レオナルド・ダ・ヴィンチの影響下で生まれたものであるとし、実際1500年諸島に短期間でレオナルドがベネツィアを訪問したことが明らかとなっている。他方、ベネツィアの領土には当時パドバ、ビチェニツァ、 ベローナ、プレジア、ベルガモといった都市が含まれ、ベネツィア派とは異なる、独自の伝統に則っ,った絵画様式が形成された。18世紀のベネツィアは、造形文化、音楽、演劇の再生などの普及とグランドツアーの特権化されるなどの魅力を持つ一方で、政治状況はより悪化していた。スペインとハプスブルク王朝の脅威にさらされたことが、要因に挙げられる。 1718年にパッサロビッツの講和によって、パドバ、ビチェンツァ、ベローナ、プレーシャ、ベルガモ、クレーマ、ポレージネ地方、トレビーゾの辺境地帯であるベルーノトカドーレ、ダルマチアとその周辺諸島を領有した。モレアは失ったが大部分の領土は残り、1722年の全体人口は450万人に達していた。しかし、経済状況はさらに悪化しており、 アメリカ大陸の発見によって内陸部の農業から得られるものだけが収入となっていた。一方で、交際も1740年には8000万ドゥカーティに達していたものの、その浪費はやまなかった。それらの現実への対処法を持たなかった。ベネツィア共和国は芸術を振興し娯楽を提供することで、それらの問題から目をそらし続けた。 演劇や教会音楽の発達もこの頃起きたが、一方で貴族の負債も増額していった。それに対して意義を唱えようとした者たちは沈黙と断罪を余儀なくされた。この頃は建築は都市計画のデザインが完成されていたため、そこまで大規模なものは行われなかった。彫刻は力が入れられたものの、この時代に一番精力的だったのは絵画である。特にこの時代は、 絵画の分野における専門家が進んだ。例として、都市の神話、年代記や史実描写、風景画、基礎画、都市景観画、風俗画などが挙げられる。ベネツィアは、初めから移民の街であった。イタリア全土もしくは、アドリア海域から来た人々が有力な一族を築き、美術のパトロンとして影響を及ぼした。したがってベネツィア派の画家たちは、 ベネツィア出身の人間とは限らず、当時発展していた芸術があったベネツィアに、周辺諸国から集まったものと考えられている。しかし、ベネツィアは、伝統的に突出した個性を嫌う傾向があり、ベネツィアに同化しきれない個性を持つ画家は、ベネツィアを出ていくこととなった。例として、カルロクリベッリやロレンツオロットが挙げられる。ベネツィア派の中核となったのはベリーに、 親子の工房である。ヤーコポベリーには国際ゴシック様式に属する画家であったが、投資図法の実験にも関心を寄せた。それは息子たちに技術を教えただけではなく、娘婿マンテーニャから写実主義を取り入れて発展の基礎を築いた。息子ジェンティーレベリーには後にティントレとベロネーゼラに引き継がれるカンバスをつなぎ合わせて、油彩台画面に仕立て上げる。 壁画的な大画面形式の確立に貢献した。これはフランドル絵画で今まで板に描かれていた油彩画のあり方を変えた。また彼は肖像画家、壮大な風俗的群像表現に優れた。ビット・オレ・カルパッチョはこのジェンティーレの弟子筋に当たる。彼において絵画の主題はさらに世俗化した。15世紀になると、ジョバンニ・ベリーニによってベネツィア派の絵画は、 新たな展開を見せた。清劣な叙情性,性と人生の穏やかな干渉は、自然と人間との親密な関わり合いや、自然の光の表現によって達成された。これらには、ピエロ・デラ、フランチェスカや、アントネロ・ダメッシーならが大きく貢献している。またこれらの主題は、風景画家としても優れていた、ジョバンニの手によって、伝統的なモチーフはそのままに、 和やかなピクニック的情景に変えた、田楽の総学のような野外遊楽渦の原型となった。16世紀ベネツィア派を担うジョルジョーネ、キィツヤィーノラは彼の影響を受けている。フローラ。当時のベネツィアにおける高級娼婦の姿を描き出したものと考えられているが、なぜこれが、ルクレツヤ・ボルジアと考えられたかは不明。 キツヤーノによって下塗りされたキャンバスの上に最初から絵の具で描くやり方も使われるようになった。これは構図の大幅な変化や動きを生み出す効果を与えた。そのようなことからキツヤーノが油彩画の可能性を一台で極めてしまったとも言われる。フィレンツェ派が遠近法や線の曖昧さの排除によって正確な形を捉え平面の上で立体を表現しそこから 人間中心主義を絵画の中で発揮しようとしたことに対し、ベネツィア派の絵画は流動的な形や線の曖昧さで人物を他のものと等しく空間の構成要素として全体の脈絡を保たせた。光の投射による明暗会長を色彩で表現し、色彩は絵画の伝統の誕生のきっかけとなった。これは、 ラベンナのモザイク技術やビザンキンのイコンなどの色彩の影響も見られる。フィレンツェ派と比べて多々違いがあるが、いくつかの特徴を以下に列挙する。ベネツィアでは、他のイタリア諸国と比べて、素描が重視される割合が少なかった。そのため大部分のベネツィア派ニよるルデッサンは、今日の巨大な美術館でも残っていないことが多い。特定の絵画の準備制作にとらわれないベネツィア派は、 最初からキャンバスに油彩具で描くこともあるが、素描するケースも存在する。その際は、絵画的効果を追求することに特化しており、砕けた形状や陰影と、明暗、詳細より、場の空気を描くことに重点を置いている。具体例として取り上げられるものを一家に列挙する。10から11世紀に、ベネツヤでは、地いに、商品の保管庫と、商業設備、上階に、 家族、使用人の居住機能を持つ建築構造が明確となった。これらは古代ローマの別荘建築やビザンティン帝国の伝統的な形式に由来する。これは旧世紀初頭から建造が始まったサンマルコ制度でも見られ、北イタリアの制度をプランに見られるバシリカ式かラテン十字型という一般論とは異なり、ビザンティン建築の形式を直接受け継いだ。 ギリシア十字型を採用している。これはコンスタンティノープルの聖子と制度をモデルとしてギリシア人建築家によって建造されたからである。この形式は長い期間根本的な構造の変化がなかった。その上屋の中は木の壁と叩いた土の床からなるという貧弱かつ不安定な土台であった。13から15世紀はゴシック建築を組み替えた。 独特の建築が成立した。以下に特徴を記載する。後の時代に建築物を建てる空間が残らず、16から18世紀は既存の建物の再建、改築、改修などが行われるようになった。ありがとうございます。